two, three, four, one, two, three, four, one, two, three, four, one, two, three, four, 全く異常気象だぜ。何やってるんだぜ。ヤスク、デカルチャー。何がしたいんだぜ。ブリタイ人でも円盤だよ。また変なことしてるのぜ。まったく、マリサはほんとロマンがないよ。そりゃ残るよ。なんて逆切れだぜ。まあ大体予想つくけどどうしたんだぜ。ほらやっぱ超時空要塞マクロスって言ったら劇場版ってとこあるしね。前回テレビアニメ版を紹介してたしな。スポンサーの要望から話数の追加がされた時、映画化企画の話が持ち上がって実現された作品で、関連グッズの出足好調からだったな。テレビシリーズのジェントラーディ軍との戦争のエピソードを再構成して、劇場版の枠に収めたけど、よくある総集編のような流れにはせず、大枠や登場人物は引き継ぎながらも、その設定や背景なんかは大幅な変更が行われ、凝縮しながらもテンポよくしっかり見せ、マクロスイコール音楽を確立して印象付けた作品とも言えるよ。確かに敵が戦ってる相手が違ったし、設定がだいぶ変わってるキャラもいたし、人民名が前面に出てたところあったな。それにテレビシリーズの作画問題がひどかったこともあり、クオリティの統一を目標にし、経験値が上がったスタッフとともに実力が高いアニメーターの参加も多く、当時としては最高レベルに近い神作画の作品に仕上がってるよ。別作品とも思えるくらい細かく、テレビシリーズを感じさせないすごいクオリティだったぜ。ほんとかなりの変化があってとても印象的な作品。それじゃ今回はマクロスの根幹とも言える、異星人との宇宙での戦いや可変戦闘機バルキリー、そして何より音楽って要素を強く印象付けた、超時空要塞マクロス愛覚えていますかを紹介するよ。おう、よろしく頼むぜ。テレビシリーズが終わった1年後に劇場版として上映されたこの作品、斬新なメカや設定で人気を博したけど、かなりばらつきがあった作画のクオリティや、若干引き伸ばされた感もあった戦後のストーリーなど、少し不安要素なんかはあったけど、テレビ紙芝居とか言われたしな。ストーリーを再構成させ、キャラや設定など一部に大幅な変更を加え、人民名を前面に押し出し、音楽をこの戦争に対する重要な位置づけとなる、文化の中心として印象づけ、さらに細かさや深い奥行きを感じさせる、神作画とも言えるほどの作画クオリティ。冒頭の出撃シーンとかかっこよかったし、戦闘シーンやかなり未来的で都会化された館内の街に、女性キャラの魅力も上がってたし、キャラデザもすごく良くなってたしな。27話までの流れを劇場版という尺の中で凝縮してるため、戦争に至った経緯やなぜこの状況なのかということが、最初に少しだけ触れられてたけどほぼ説明がないので、わかりにくさってのも指摘されたけど、すでに宇宙にいて突然の出撃だったしな。設定や背景が大幅に変更されてるとこがあり、ある意味別作品のような雰囲気になってるとともに、冒頭に印象的な出撃シーンや、人民名による派手なライブに、板のサーカスをふんだんに駆使した見せる戦闘シーンで、うまく引き込むような導入になってるとこがあるし、確かに最初は派手な始まりだったな。上映時間は115分と結構長めで、凝縮されてるとはいえ結構ボリュームがあり、それでいてじっくりした芝居の間にこだわるという演出が深みを与え、作画の良さも相まってテンポよく印象深い作品になってるとも言えるよ。キャラ同士のやりとりなんか結構多かったしな。柿崎いいも印象深かったね。あれは別格にインパクトがあったぜ。とにかく変更されてる点が色々とあって、テレビシリーズの背景とは結構違うことが多く、重要な内容はだいぶアレンジされながらも取り入れられてるけど、その知識で見るとあれって思うことが多い感じ。そのあたりは後で紹介するよ。ほんと大幅な変更ってとこあったぜ。ストーリーは宇宙を漂う SDF-1 マクロスから始まり、出撃準備して飛び出す戦闘機、館内の街は未来的かつ都会的で多くの住民で賑わい、大きな会場では人民名のファーストコンサートが開かれ大盛り上がり、マクロスも街も会場も書き込みが細かくてすごい作画レベルだったぜ。コンサートが盛り上がってる中、敵襲の警報が鳴り中断され、宇宙では激しい戦闘が行われ緊張感を漂わせる主人公、激しさが増す中マクロスに迫る敵を主人公が撃墜すると、ブリッジから命令と違うと言い争う始末、定番の下りだぜ。言い争いの中館内の敵が気になる主人公、さらに命令違反を重ね追って息憤慨するオペレーターの女性、命令は重要だけど臨機応変さも必要なとこあるしな。街ではコンサート会場に敵のマシンが落ち逃げる人民名たち、敵は男性と女性が一緒にいる姿を見て驚き彼女たちを追い詰めようとし、マクロスは変形体制に入り街は垂直状態になり、運悪くその区画の重力制御装置が故障してました
に落とされる林民名。めちゃくちゃ怖そうだぜ。落ちている時に主人公のバルキリーが追いかけてなんとか捕まえたけど、エンジンブロックに落っこちて閉じ込められてしまう二人。主人公は倒れてる女性が人気アイドルの林民名と気づき驚き、起き上がった彼女にかしこまりサインを求めるほど、話も聞かずにいきなりだったな。大ファンみたいで相当舞い上がってたね。脱出する手立てがなく気を落とすと思いきや、過密スケジュールに嫌気がさしてた彼女は久しぶりに気晴らしができると喜び、マクロスが移動を始めたことで重力制御が切れ無重力の中で過ごし、たまたま町からマグロや野菜など食材も落ちてきてて、シャワーもつけて楽しそうに過ごす二人。めちゃくちゃポジティブだったぜ。敵艦内では男女が共にいるマクロスの街の映像を見て驚きながら分析し、持ち帰った林民名人形が歌い出したことに驚き、マクロスでは戻らない彼らを心配する隊長たち、それをよそにいい雰囲気になる二人。映画のシーンを真似しながら抱き合ってたら扉が開き、助けられたけどスクープとして取り上げられてしまう始末。最悪なタイミングだったな。主人公は林民名を助けたことにより命令違反は不問にされたけど、相変わらずオペレーターの女性とは反りが合わないみたい。すごいピリピリしてたぜ。街では二人の噂で持ちきりになり、どこか物思いにふける林民名。主人公は隊長に呼ばれ飲み屋に行くと突然家族から電話が入り、キルなり休養と飛び出していき、どうやら林民名に呼び出されたようで楽しく過ごす二人。林民名がめちゃくちゃ嬉しそうだったな。ドキッとするようないい顔してたね。遊んだ後に二人落ち着くと彼女が今の暮らしが嫌になったと、宇宙を見ながらあんなとこ行ってみたいなと言うと、バルキリーを勝手に使い彼女を宇宙に連れ出す主人公。彼女のためとはいえ職権乱用だぜ。その時敵サイドでは人類サンプルの捕獲依頼が出され、二人が楽しんでると通信が入り、オペレーターの女性と彼女のマネージャーが連れ戻すために出撃したみたい。まあそうなるのぜ。怒られて戻ろうとすると敵が現れ応戦しようにも弾がなく、敵にも交戦の意思がなく捕獲するのが目的。タイミングよく隊長が酔っ払って登場し、かなりベロベロだったな。いくつか撃退したけど主人公たちに追ってたオペレーターたちも捕まり連れて行かれ、隊長は追うけど敵艦内で囲まれ捕まってしまい、皆閉じ込められ巨人から人間の言葉で話しかけられ、人類の文化についていろいろと尋問され、違った文化形態に驚きを隠しきれず、キスの話をするとキスをしてみろと林民名が捕まれたため、マネージャーと彼女がキスをすると取り乱す始末。例のやつだな。敵は男と女の陣営に分かれて戦ってるようで、敵艦内を移動中彼らの敵から奇襲を受け監視を逃れ、機体を見つけ飛び出そうとすると敵に見つかり、すかさず主人公がオペレーターの女性にキスをすると敵はたじろぎ、敵艦内では敵の敵女性のエースが無双してて、その隙に脱出を試みるも敵が現れ、隊長が決死の覚悟で二人を逃がし、ほんと切なかったぜ。林民名たちを助けに行くも、目前で敵艦がホールドをはじめ共に飛ばされ弾かれてしまい、主人公たちはひどく荒廃した星に逃れ喧嘩が始まったけど、そこでまさかの事実を知りひどいショックを受け、林民名たちは捕らえられたまま事態は思わぬ方向へ進んでいき、文化をめぐる異星人との戦いは三つどもえの様相も見せながら深まっていくって感じだよ。主人公とオペレーター女性との距離の近づきや、林民名の気持ちが交差する恋愛模様に、敵のまた敵の登場と慌ただしく激しい展開も見どころだったな。設定もだいぶ変わってて面白さがあったね。そしてキャラの入れ替えなんかはほぼなかったけど、設定が大幅に変わってるとこが多く、そのあたりを中心に紹介するけど、ほんとびっくりするほど変わったキャラいたしな。まずは主人公の一条ヒカル。テレビシリーズとは違い最初から軍に所属してて、隊長の元ヒカル小隊にいて前は部下だった二人とは隊の同格の仲間。ちょっと変な感じもしたな。オペレーターの上官早瀬美里は相変わらず言い争いが絶えず、命令違反や使用でバルキリーを使う反抗的な態度は相変わらずだけど、林民名とは助けた時が初対面で、彼女に憧れるファンの一人でとても緊張してかしこまった雰囲気。かなり舞い上がってかしこまってたな。隊長とは前回同様昔からの知り合いらしいけど、上官でもあるためかちょっとかしこまったところも見られ、それ以外は大体テレビシリーズと変わらなかった感じだよ。敵から逃れるためとはいえ躊躇なく反りが合わない相手とキスするのがすごかったぜ。次はヒロイン林民名。彼女は最初から大人気アイドルで、マクロスに乗った経緯は夢を追い続ける彼女に対し、両親が兄を引き合いに出し反対したため飛び出してきたからで、その兄は共にマクロスに乗り彼女のマネージャーをしてるみたい。なんか複雑な話だぜ。忙しすぎるスケジュールに嫌気がさしてて、ヒカルとの出会いで心が揺らぎ、前回とは逆に彼に本気で惹かれていってたよ。癖が強すぎるいとこのキャラが大幅に変わってたしな。もう一人のヒロインオペレーターでヒカルの上官早瀬美沙や、SDF-1 マクロスの艦長ブルーの J グローバル、美沙の親友でアフリカ系アメリカ人のオペレーター女性クローディア・ラサールはほぼ変わらずで、相変わらず坊やって言ってたぜ。カシマシーブリッジ3人娘も変わってない雰囲気。相変わらずな天然ぶりのシャミーは可愛かったぜ。光
カルの先輩で尊敬する兄貴分でもあるロイ・フォッカーは、キャラ的にはそれほど変わってないけど、ヒカルを含む3人の部下を持つスカル小隊の隊長で、かなり酒好きなイメージが強調された感じ。酔っ払って助けに来てたしな。天才パイロットマクシミリアン・ジーナスのその天才ぶりは健在で、ヒカルとは同格だけど軍歴から彼のことを先輩と呼び、ヒカルたちがゼントラーディに囚われ隊長不在になったため昇格して、帰還して隊に戻ったヒカルを一条君と呼ぶなど印象的だったし、テレビシリーズとは立場が逆になってたな。ヒカルの元部下だった柿崎駿は彼と同格のチームメンバーになり、相変わらず豪快な性格でヒカルとは茶化したり距離が近くなった印象。ちょっと慣れ慣れしくて違和感もあったな。今回もやられちゃうけどその見せ方がある意味インパクトが強く、前回は出撃前のステーキというフラグがあり、かなりフォーカスしたドラマチックな演出がされたけど、今回は出撃中にマックスと共にヒカルに軽口を言ってる最中に、ほんとあっけなく一瞬で撃墜される。そこには何のドラマもなく、戦争での命というのはなんともあっけなく、こういうものだというところを表現したらしいよ。かなり焦ったけど実際はこういうことが多いんだろうなとも感じたぜ。敵のエースパイロットミリア・ファリーナは、キャラとして大体同じで、マックスと激しい戦いを繰り広げ恋仲になるっていう設定は同じだけど、ゼントラーディと敵対する女性だけの種族メルトランディの兵士として登場し、両サイドと敵対してる存在になってて、ゼントラーディの戦艦に奇襲をかけて、マクロスにも攻め込んできてたしな。ゼントラーディ軍のメンバーはそれほど変わりはなかったけど、見た目がかなり人間離れしてグロさがあった感じ。カムジンは少しだけ登場してあっけなかったな。我らロリーコンダの3人は、立ち位置こそ同じだったけど登場は少しだけで、坊主頭のとんがり耳になってたのが印象的だったね。話し方もたどたどしい日本語だったしな。そして最も変化があったのはリン・ミン・メイのいとこだったリン・カイフン。テレビシリーズでは極度の反戦主義者で、軍や軍人に対して徹底的に偏見を持ち、いとこながらリン・ミン・メイの婚約者となり、とても癖が強いキャラだったけど、コント目に余る行動が目立ってたしな。劇場版ではあくまでもリン・ミン・メイの実刑で、彼女のマネージャーとして支えてるだけであり、反戦主義の設定はなくなり彼女を追うためにミサと共に行動するほどで、ゼントラーディに追い詰められリン・ミン・メイとキスをしたけど、恋愛感情などは一切なく比較的まともなキャラになってたよ。ほんとびっくりするほどの変化だったぜ。その声優陣に関しては大きな変更点はなかったけど、強いてあげるとコンダの声が外国人タレントで有名な、ケント・ギルバードさんがゲスト声優として担当して、我らも同僚者のジェフリー・スミスさんが担当してて、だからたどたどしい話し方だったんだな。ちょい役でスラムダンクの安西先生で知られる西村智美さんや、不思議の海のナディアのサンソンなどで知られ、今でもナレーションや声優で様々活躍される堀内健雄さん、ヘルシングの少佐などで知られる飛田信夫さんなんかも担当してて、すごいメンツだな。当時は若手だったしね、他にも地球統合政府という多種多様な国籍が集まる世界観に厚みを持たせるため、館内のナレーションやコンサートホールでの声援に、街中の喧騒などいわゆるガヤと呼ばれる声に、外国人のエキストラを起用して、英語やスペイン語など多様な言葉が飛び交う演出なんかもされてたよ。アナウンスとかに英語が使われててかっこよさもあったし、すごい工夫がされてたんだな。また制作や関係者は引き続きが多く、若干担当が変わりながら特に制作陣の層が厚くなってるのが印象的。監督には引き続きの石黒昇さんとテレビシリーズ最終話の脚本や、第1話に節目となる戦争ラストの27話など重要なエピソードの絵コンテなど、構成や演出面での活躍から川森昌司さんも共同で行ってて、若くして大抜擢だったな。ストーリー構成や脚色は川森さんが中心で、キャラデザに関しては引き続き三木本春彦さんが担当され、テレビシリーズより書き込みが細かく、かなり特徴的で印象的なキャラ絵に仕上がり、まさに三木本さんといえばマクロスって印象づけるようになったと言えるし、目の中に白抜きが入り魅力的で印象深かったぜ。根幹となるメカニックデザインでは、プロダクションデザインとして宮武和隆さんが担当され、人類とゼントラーディ、そして女性のみで構成されたメルトランディと、対立する3つの勢力を色分けするために、人類側は原用兵器的なメカの特徴で、ゼントラーディは深海生物的な形、メルトランディは無機工学的なものにして視覚的に住み分けさせたり、それぞれ特徴的だったしな。テレビシリーズではそれほど使用されなかった異世界言語字幕をつけて多用し、敵が人類と異なる異星人と印象付けたとともに、驚きを表すデカルチャーって言葉が、シリーズの中でたびたび使われたりと大きな影響を与えてたと
とも言えるね。デカルチャーって響き良かったしな。メカニックデザイン協力には引き続き川森昌司さんや、ガンダムシリーズや機動警察パトレイバーなどで知られる伊豆淵豊さん、SF 系作品や美少女ロリコン漫画での異彩を放つ作品によりコアなファンが多く、本当に若くしてこの世を去ってしまった鏡明さん、ランボルギーニやアストンマーチン、アルファロメオなど海外のカーデザインで有名な原田典彦さん、ダーチペアやリメイク版の宇宙戦艦ヤマトなどで知られる石津康さんと、関係者が増え細かな書き込みなどクオリティが格段に上がり、ほんと冒頭のマクロスの書き込みは圧巻だったしな。さらに作画部分には多くの人が集まり、作画監督には板野一郎さんと平野俊樹さんに加え、三木本春彦さんも兼任で担当され、キャラデザインのこだわりやクオリティの高さや、戦闘シーンには必ずと言って登場する板野サーカスを代表する納豆ミサイルに、戦争というリアリティを表現し板野さんらしい見せ方でもある、かなりグロめな描写など、一瞬目を追いたくなるようなエグい演出も印象的。リアルな殺し合いって感じやったな。作画監督補佐には引き続き柿の内なるみさんに、テレビシリーズでも原画に携わりオネアミスの翼や老人 Z の作画監督に、エヴァンゲリオン新劇場版序で半剣イラストも担当した飯田文夫さん、様々な名作に携わりエヴァンゲリオン新劇場版では、特技監督として活躍し惜しまれながら亡くなってしまった増尾昭一さん、テレビシリーズから携わり現在でも様々な作品の作画監督としても知られる島田秀明さんと、4名体制で行われ、すごい力入ってるぜ。そして原画の部分に今ではトップクラスのアニメーターの方々が多く参加して、テレビシリーズでも関わってた庵野秀明監督や、凄腕アニメーターとして知られる中村隆さん、大友監督や押井監督から絶大な支持を受ける森本浩二さん、キャリアが長く様々な作品の監督としても知られる北久保博之さん、当時もベテランでディズニーアニメの作画監督などでも知られる西条隆さん、若き大根フィルムメンバーたちと交流があり脚本家としても知られる山口博さん、異色の経歴から転向して様々な作品のキャラデザなどでも知られる結城伸晃さん、様々な作品に携わり後に京アニの取締役として支えてたけど、忘れがたい事件に巻き込まれ惜しまれながら亡くなってしまった木上義次さん、ほんと最低最悪な事件だったぜ。ああ女神様シリーズの監督としても知られる郷田博明さん、高橋留美子先生作品と縁が深く、惜しい監督からスタジオピエロの切り札的存在とも称された高橋元介さん、赤い講談ジリオンややわらの作画監督に、シュタインズゲートの監督としても知られる浜崎博嗣さんなど、当時は若手やベテランの凄腕の方が多く参加して、作画クオリティは目を見張るほどに仕上がってたとも言えるね。よく耳にするすごいメンバーだし、作画の歴史を変えたとも言われるクオリティはさすがだぜ。そして音楽に関しては引き続き羽田健太郎さんが担当され、林民名の歌という要素を前面に打ち出したため、音楽要素の印象が強くなり、テレビシリーズで印象的だった私の彼はパイロットやシャオパイロンも引き続き使われ、新しい歌も加わり、ほんと序盤から前面に出てところどころいろんな歌が入れられてたしな。何より主題歌としてサブタイトルにもなり、終盤に最も盛り上がる激しいシーンと組み合わせで描かれた愛覚えていますかは、マクロスイコール音楽の世界観を築きのちのシリーズの代表的な演出にもつながり、オリコンチャートで上位に食い込み、マクロスといえば藤原誠さんが歌う、テレビシリーズのオープニングマクロスの印象から塗り替えたとも言え、エンディングの天使の絵の具とともに現在でもシリーズ内で人気の歌のトップに来るほど、すごく耳に残るいい曲だったしな。ただそれが純粋に音楽の道を志してた飯島真理さんにとって苦しむ結果になったとも言え、林民名という巨像が有名になることにより、彼女の役としてのその歌を求められるようになり、自分の目指す音楽性との違いや、熱狂的なファンからの心ない言葉など、そのうちコンサートで愛覚えていますかを歌わないようになり、林民名から逃げるために渡米して自分の音楽に向き合うことにしたみたい。確かにキャラとしての音楽が有名になっちゃってたしな。ただ現在は林民名を受け入れ活動されてるらしいよ。よかったぜ。そしてなんといってもテレビシリーズから大幅に変わってる設定の違いってとこで、キャラの違いはさっき言った感じ、最も大幅に変わったのは敵ゼントラーディが戦ってる相手で、大元となるプロトカルチャーの存在は変わらないけど、遺伝子工学の発達で男性生殖が可能になり、それが元で男性と女性が争うようになり、男性側は男性種の巨人ゼントラーディを、女性側は女性種の巨人メルトランディをそれぞれ創造して争いが起き、途方もなく長い間戦いが続いてて、男女が共に生活する人類に驚きが隠せず、その触れ合いがないため抱き合ったりキスをしたりする行為に動揺して、彼らが失った歌に代表される文化も持つ人類に興味を示し、メルトランディとの戦いに利用しようとも考えてる感じ、三つどもえのややこしさもあったな。観察軍が敵っていう設定がなくなり、マクロスはメルトランディの戦艦が落ちてきたものを修復し再利用してて、両腕となる船は宇宙空母アームド01と02が接続する形に変わり、テレビシリーズでは新中式の当日にマクロスの運用を
お尻海戦の運びになったけど、予期せぬ先制攻撃になっちゃったしな。劇場版では海戦時期は同じだけど、ゼントラーディがマクロスの運用を知ったのは海戦から5ヶ月後の冒頭部分で、そうだったんだな。地球への総攻撃は共に行われてるけど、テレビシリーズでは戦争終盤に敵本体がデフォールドで地球を囲み、マクロスの目の前で攻撃が行われたのに対し、劇場版では知らぬうちに総攻撃で荒廃してて、ヒカルとミサがたどり着いた星で大破した攻撃空母プロメテウスを見つけて初めてわかり、あの状況じゃ気づけないと思うし、すごい惨状だったぜ。地球人の起源はプロトカルチャーにより祖先が遺伝子操作されたのは共通だけど、劇場版では争いを望まず戦火から逃れた男女のプロトカルチャーが地球に立ち寄り、人類の祖先に遺伝子操作を行い、2万年前に乗ってきた都市宇宙船アルテラを地底に隠し地底から離れ、皮肉にもゼントラーディ軍による総攻撃によりそれが姿を現し、この物語のキーとなる彼らの間で流行してた歌の詩が刻まれたメモリープレートが残され、それが愛を覚えていますかに繋がり林民名に歌われるって流れ、眠りから覚まされた感じだったな。実は敵司令官のゴルボドルザーもそのプレートを持ってて、わずかながら文化を解読する能力があったため林民名に歌わせようと考えたけど、歌が完成できないことに業を煮やし全てを破壊することに決める暴挙に出たよ。相変わらずの力技だったぜ。戦争の期間はテレビシリーズでは1年間だったのに対し、7ヶ月と短縮され、作画のクオリティが高いところもあり、マクロス館内の街がとても未来的で都会的になってたし、街の中がごちゃごちゃ感もありながら未来的な描写があってかっこよかったし、光の中に入るとホログラムで服装が変わる施設はすごかったな。あの素早くいろいろ切り替わる作画もすごかったし、実際にもあんな施設あったら面白そうだね。携帯とかを通してバーチャルにはできるけど、自分の体に直接投影されて変わるってのはかなりの技術が必要そうだしな。ゼントラーディ人の見た目が人間っぽさがあったところから、キャラによりってとこもあるけど緑の皮膚でちょっと怪物っぽい見た目に変わってて、マクロスセブンのエキセドルはその見た目を引き継いでる感じだったね。我らロリーコンダたちは耳は尖ってたけど、比較的に人間に近い見た目だったしな。そういったこともあってテレビシリーズは、ドキュメンタリースタイルなので割と日常的に作られていて、史実にやや近いという想定、劇場版では2時間でコンパクトにまとめなくちゃいけないのでドラマ的な編集がなされているという設定と、川森さんは両作品の特徴について答えてて、最も見てほしいところに注目してもらうために、不必要なところを切り捨てほとんど説明をつけないことにしたらしく、キーとなるエピソードの状況を変えアレンジを加え見せ方を変えてて、巨大異星人同士の抗争に巻き込まれた人類という骨格は変えずに、中身をかなりいじって限られた尺の中で表現された感じだよ。サイドストーリーとかではなく本編を見せるとなると大幅に時間が違うしな。そしてその世界観を彩ったのが作画のクオリティで、全体的に小さなディテールまでしっかり書き込まれ、雑さがあった多くのモブが登場するシーンでも、一人一人しっかり丁寧にちゃんとした人物として書き込まれ、半剣イラストのような高密度作画で描かれる、メカやロボのスピード感あふれるアクションは、後に日本製アニメの特徴となるハイクオリティ主義に影響を与えたとも言われ、当時のセルガ表現の最高峰との意見もあったほど、マックスとミリアの館内で暗転を挟みながら激しく戦うシーンとかすごかったしな。そういった評判やメディアによるプロモーション、劇場公開時の企業のタイアップなど話題を呼び、公開当時の1984年は風の谷のナウシカや、うるせえやつら2ビューティフルドリーマーなど、劇場用アニメの当たり年と言われた中、第7回アニメグランプリでは風の谷のナウシカには及ばずだけど2位と大健闘。テレビシリーズの人気も高かったし、それにしてもナウシカの人気は凄まじいぜ。今でも毎年一度はやってる気がするしね、しっかり書き込まれた作品だったけど遊び心もあって、作画監督補佐の飯田文夫さんが、ボドルザー館内でヒカルのバルキリーから一斉発射されるミサイルの中に、サントリータコハイとバドワイザービールの缶を混ぜて飛ばし、タコハイとか懐かしいぜ。タコハイミサイルやバドワイザーミサイルとして話題になり、後に発売された玩具にそれを再現したものもあったみたい。そういうのくすぐられるぜ。絵コンテの段階ではラストに林民名の歌に合わせて、主人公たち3人の未来が明示されて終わる予定や、テレビシリーズでは描かれたマックスとミリアの結婚式も入れられてたけど見送られ、ラストに関して川森さん的には観客の想像の余地をなくすから良かったとしながらも、本心は制作したかったとも語ってて、確かにそれは見てみたいぜ。結婚式はマクロスセブンの回想シーンで再現されたらしいよ。10年越しに再現されたんだな。なんかかっこいい響きだね。そう。
そうだな。いやー、テレビシリーズと劇場版で大きな違いがあったけど、両サイドそれぞれ違った展開に見どころあってすごい作品だったし、何より目を見張るような神作画はほんと作品に厚みを作ったとこあったね。テレビシリーズもまた味わいがあったぜ。それぞれ良さがってとこだね。可変戦闘機ヴァルキリーを駆使した激しい戦いがふんだんに盛り込まれ、板のサーカスによるダイナミックな演出が見応えあったし、歌を強く前面に押し出しマクロスシリーズの原型を作ったとも言え、そういった華やかな演出の裏側で、まさに命のやり取りとも言えるグロ描写や、そこにはドラマなどなくいとも簡単に命が奪われるなどのメッセージ性も感じ、綺麗事だけじゃないリアリティも表現されてるような深さもあったね。また変な深読みっぽいぜ。いやー、アニメって本当にいいもんですね。それじゃ皆様、さよなら、さよなら、さよならだぜ。